どうも、ブヒケンでーす。本日は日曜日、今朝の10時半でございます。今から作業を開始、今から作業を開始しようと思いますが、まあ昨日からちょっとこのウィンドウね、ここに入ってるんですけど、まあある程度昨日までで分かったのが、やはりこの、まあ、中にあの、ね、このハンドルでクランクさせてウィンドウを上げ下げするあのクランクレギュレーターっていうのが入ってるんですけど、どうもその全体のこの、まあ、年数が相当経ってるやつだと思うんで、まあ、要するにそういう年数に伴うガタみたいなのがあっちこっちにやっぱ来てると思うんですよね。それで上がりきることができないような段階なんですよね。まあ、ここからあの光入れて鏡当ててあの見えるもんで、あのクランクさせてるとそのギアが一番今の位置で一番最後まで来てるんですよ。ここでね、こっちか。でこれ以上はもう絶対いかない。当然ですよね、ギアがこう終わっちゃってるんで。で本当だったらこうなり、ここで止まりたいんですよ、この状態で。だけど今これ僕が引き上げてるだけであって、ここなんですね、ここまでしか上がんないんですよ。この状態だともうこれ以上上がらない。下がるのは下がる、上がっていくと、あーちょっと今俺腕がな、いって、上がっていくとここで止まってしまう、これ以上上がらない。要するにこの辺とかのガタつきがやっぱあるんでしょうね。もう一回だもんで、ちょっと調整でなんとかならないかなってちょっとやってみるんですが、まあここでレールのこの台みたいのがあって、でここがクランクからつながってるレバーみたいのがあるんですよ。それでこう連動してて、でここがクランクのギアで、それはこことここのネジで、ここの押さえはこことここで、ここの押さえはここのここ、合計で6つのやつを緩めてギリギリまで上にはなってる状態なんですね、今も。そうなんですよ。さあどうしようかなっていう感じですね。これこう、それをちょっと考えながら、あの考えてるだけだと時間ばっか過ぎてっちゃうので、考えながらこれをここのクランクをちょっと一回外しまして、これもあのガッタガタなのでちょっと見てみましょう。そうなんですよ、昨日ね、部品をね、レギュレーター変えちゃえば早いなと思って、あるんだろうななんて思ってたら出ないんですよね、このクランクさせるレギュレーターっていうのが。あの、まあ、新品のパーツであるのかもしれないんですけど、僕が探しきれてないだけかもしれないんですけど、出てくるのはやっぱりあのパワーウィンドウにしちゃうキットみたいなのがあるんですけど、まあそういうのだったら出てくるんですよね。59どうも59からんから61までだっけかな、あれ違ったかな、まあちょっと分かんなくなっちゃったですけど、まあある程度の年式で共通品になってて、そうなんですよね、結構いろんなパーツが出てるんで、号泣も出てんじゃねえかな、こんだけ人気がある車なら、なんて思ったんですけど、そういう肝心なものが出てこないんですわね。まあ、ちょっと明日月曜日なので、あのパーツ屋さんに聞いてみて、もしあると言うならっていう感じですね。変えちゃった方が早いっちゃ早いだろうな。まあ一番怖いのは変えてもあのこのぐらいだったっていう時もあるんで、それはそれで怖いんだよな。まあちょっととにかくやってってみます。今外したら分かりましたけど、あのこれがここの蓋がここにあの溝が切ってあってきっちりはまってたと思うんですよ。でもあのそれが外れちゃってましたね。なんで入ってるここのギアとこっちのギアがもう連動しないような状況になってる。こんな取れるもんじゃないと思うんだけどな、なんかかしめて止めてあるようなやつだと思うんですよね。まあなんでしょう、でも取れてるものは取れちゃってるので、
ちょっと直せるかどうかわかんないけど、ちょっとやってみましょう。今ちょっと打ち込んでみましたね。なんで外れてたのかわからないですが、多分こうやって打ち込んでこうやってかしめて、固定されてたやつが外れちゃってたみたいですね。それと今こっちのギアも入れたんですが、ここにおそらく蓋があったはずなんですよね。じゃないとこれがズボズボ抜けちゃうんで、でここを押さえながら回すと全然回るので、ちゃんとここの蓋をちょっと作ってあげましょう。ただ問題はここについてるこのネジが外れるかな。これネジだよな、六角だもんな。なんかちょっとやってってみましょう。取れませんね。炙ってもダメだ。ネジじゃねえのかなこれ。いや、じゃなきゃだけど、中に六角になってたんですよね。ほんでまあどの六角も合わないので、合わないというか入んないんですよね。穴が変形しちゃってて。でも入ってもこれじゃ多分外れねえわな。かといって中にタップ、この穴の中にタップが切ってるわけでもなかったので、どうしようかな。頭をすっ飛ばしてクリップを作ってあげて、よいしょ、ここにこうはまるようにですね。で一発ネジ止め、ここが止まっちゃえば動くことはないと思います。よし、そんな感じで、ちょっとね中にグリスを入れて、で蓋しちゃいますよ。で組み込みます。はい、こんな感じに組み込みまして、グリスも入れときました。よし、それじゃあ本体に組み込んで、ここ邪魔になんねえかな、ちょっと組み込んでみましょう。今組み込んでみました。ちょっと回してみますか。お、これ当たっちゃうこれ当たっちゃうよこれ。まあでも動きますねそうなんだな、フィフティーズにこいつのサイズをつけるとあれなんだな、ぶつかっちゃうんだね。まあフィフティーズも5354ぐらいまでは、あの三角窓がもっとこう本当の三角なので、ベントウィンドウですよね。これブリーザーつけてもね当たんないんですよね。だから59のインパラちゃんってこう細長いから、あのサイズだと当たっちゃうんだね。まあこれ本当にでも、まあプラスチックバキって言ったらまた俺のせいになるよなやめとこう、まあ、これつけてなきゃあの思いっきりこう来ると思うので。でただ本当のこういう三角窓にこれつけて開けるとめちゃめちゃ風巻き込んでくれますけどね。私もつけてますけど、皆さんこれ飾りだって思ってる人もいるらしいんですけど、違うんですよ、ちゃんと機能あるんですよ。このね赤いやつ開けるとね、本当に風がね足元にブワーって走ってる時だけですけどね入ってくるんですよね。そう、 50s 40s の車ってよくできててね、まあ暑い暑いとは言われてるんで、まあ確かに真夏は暑いですよね。あのエアコンとかないとね。でも窓全部開けてね、ね、あの三角窓開けて、でなんていうのかな、僕のキャディなんかもこう足元から空気が入るところがあるんで、それ開けてやるとね、走ってる時はそんなに苦になりません。まあ私はもうね夏は乗らないようにしてますけどね、暑いから。さてそんな、誰でも知ってるようなうんちくはどうでもいいですね。ちょっとここで休憩にします。